ジェームズ K オー久保は、日系アメリカ人のアメリカ陸軍第442連隊戦闘団衛星後東特技兵。第二次世界大戦時の活躍により、名誉勲章受賞者となった。デトロイトマーシー大学卒業。ワシントン州アナコーテスに生まれる。軍に入隊するまでは、日系人収容所の一つである、カリフォルニア州のツールレーク収容所に収容されていた。 1944年10月28日に、第442連隊戦闘団の衛星5級、特技兵の階級にあった大久保は、フランス北東部ビフォンテーヌ近郊の掘れ同盟にあるで、チャンプでの同日から2日間にわたる、戦闘の間、負傷兵を安全な場所へ運び、強烈な敵の砲火をものともせず、多数の兵の手当に当たった。一周後の11月4日に、 彼は男性を燃えている戦車から救出するために、再び敵の砲火に果敢に立ち向かった。一連の行為によって、大久保は名誉勲章受章者に推薦されたが、衛生兵は同章の受章資格がないという誤った認識によって、銀星章を授与されるに止まった。その後、同階級で除隊する。 1967年1月29日に交通事故により46歳で高い。現在はミシガン州デトロイトのウッドローン墓地に埋葬されている。1990年代になってすべてのアジア系アメリカ人の主君十字章受賞歴を再調査したところ名誉勲章に格上げされることとなった。2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典において、 ウィル・クリントン大統領から大久保の遺族に名誉勲章が贈呈された。大久保が受賞した名誉勲章には下記のように記されている。ありがとうございます。